ゴルフがどんどん上手くなる人となかなか上手くなっていかない人の練習の仕方の決定的な違いについて解説をしていきます。90ギリゴルフレッスン TV。 最近スキーとゴルフに夢中になっているブンブン鈴木です。でこのチャンネルはですね、できなくて困っていることをできるようにしていってしまうというね、すごいチャンネルでございます。で今回の動画はゴルフがなんか自然でなんかどん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 上手くなっていく人と、ね、練習しても練習しても全然上手くなっていかない人の大きな違い、決定的な違いについてね、分かりやすく解説していきます。でこの動画を見ておいてそれを知っておくだけでね、無駄な練習が減ります。どんどん上手くなっていく練習ができるようになっていきますからね。で最後まで見てどんどん上手くなっていきましょう。で今回も3つのステップで解説をしていきます。まずステップ1、上手くなる人、上手くならない人ね。上手くなる練習というのはね、どういう練習なのかというね、大きなイメージをつかんでもらいます。そしてステップ2では上手くならない人の練習方法ですね、を説明をしていきます。そしてステップ3ではこれをやるといいよというね、上手くなる人が意識している練習のポイントを紹介していきます。そして動画の最後に実践に強くなるコースでもうまくいく練習方法を紹介していきたいと思います。それではやっていきたいと思います。まずステップ1からいきます。まずゴルフの練習をしていって上手くなっていくために大切なことですね、どんどんとスイングが良くなっていくというのが非常に重要です、ね、練習場で、まあ、毎日練習していって、ね、1年2年だんだん練習していく中でスイングがちょっとずつ良くなっていく人と全然変わらない人とどんどん悪くなっていく人がいますね。これが少しずつ良くなっていくようになればゴルフっていうのはだんだん上手くなっていきます。やっぱりスイングのレベルが上がっていけば上手くなるんですね。これは結果的にスコアもね良くなっていったりします。ですが、ね、練習しても練習してもスイングが変わらない、ね、スイングが悪くなる人が非常に多くいます。なので大事なことは練習を重ねていく中でスイングが少しずつ良くなっていくというのが大事です。で多くの人は何をやってるかというと練習場でまっすぐ行くことばっかり考えてるわけですね。まっすぐ行かせようとか、ね、あとはスイングの悪い癖ばっかりね、どっかおかしいなっていうことをこう直すということをやっているんですけれども、直していいポイント、直しちゃいけないポイントがあって、そこを分からずに直しているので結局はスイングはあまり変わっていかないということが起きております。ね、そこをねまずしっかりと理解をしてください、はい、ではステップ2、うまくいかない人がやっている、ね、ところですねを紹介していきたいと思います。まずゴルフのスイングで修正しちゃいけない場所、ね、意識しちゃいけないのはクラブをどう動かすか、ね、クラブをどう動かすかというのを意識してはいけないんですね。これは誤解ないようにちょっとよく聞いてほしいんですけど、もちろんクラブの動きがゴルフのスイングではものすごく大事です。クラブがどういうふうに動いたか、ね、クラブヘッドがどう動いたかっていうのがものすごく大事なんですけれども、でもクラブの動きを自分で意識しようとするのはものすごく難しいです。そうすると体の動きじゃなくて無理やり手でこう形を作るような、ね、自分の意識で形を作るようなスイングになってしまうので結局はおかしな打ち方になっちゃうわけですね。例えば外から降りてきてるなと思ってクラブを内側から下ろそうとすると、ね、無理やり内側から下ろそうとするので今度体がおかしな向きになってしまったりとか、ね、手が変な形になって内側から降りてくるとかっていうことが起きてくるわけですね。なのでクラブのどこかは確かにいい感じに見えるんだけれども体がおかしな動きをしてしまったりとかフェース面がめちゃめちゃになっていたりとかっていうことが起きてくるのでクラブの動きを意識的に変えると変えるようなイメージで練習するというのが非常に難しいんですね。非常にアマチュアにとっては良くない練習方法なんです。確かに世界のトッププロの選手はクラブの動きをね結構意識したりしてスイングしていますけれどもそれをアマチュアゴルファーの人がやってしまうとものすごく難しくなっていきますしもう一回当たらなくなるともうわけわかんなくなります。また練習場ではたまたまうまくいくこともあるんですね。それがうまくはまってうまくいってもコースでは全然再現ができないということが起きてくるのでクラブの動かし方を意識するというのが良くないということですね。
そしてもう一つ良くないのがバックスイングしてトップからこの振り下ろしてくるところですね。振り下ろしてくるところの動きを意識してしまうということです。まあ、振り下ろし直後ぐらいはいいんですけど、そこからこの後半から当てるところね、このあたり下ろしてきて途中から打って終わるあたりぐらいまで、ここを意識してしまうのが非常に良くないですね。でここはもうスイングが始まってるエリアなので、そんなにコントロールできないわけですね。もう勝手に行ってしまうということです。でももちろんもう一番大事なのはこの振り下ろしてくるところが一番大事なんですけれども、そこを直そうとしてしまうとですね、無理やり、ね、小手先で直す感じになってしまうので、うまく当たらなくなってしまいますし、再現性というね、繰り返しうまくいくということは非常に確率が悪くなってしまいます。なんでクラブを動かすことを意識したりとか、振り下ろす時の動き、当てる時の動きを意識するというのが非常に良くないというのをしっかりと覚えておいてください。ではステップ3で、じゃあどこを意識すればいいのかね、大事なところはどこかというところをですね、解説していきたいと思います。でゴルフが上手くなっていくときに大事なのは、体の動きを意識するというのが非常に重要になります。体の動きですね、腰を回す、胸を回すというのが非常に重要になります。体の動きを意識する、そして手の動きも少し意識してもいいです。手が少し変えるとか、手の向きがこうなってたらいいなとかっていうのを意識するのが OK。 そしてもう一個、フェース面の向きというのも意識しても OK です。でもうフェース面の向きを意識していいのはバックスイングの最初と、まあ、この途中ぐらいまでですね。でなんとなくフェース面が下を向いてるなって意識ぐらい、それぐらいまでしか意識しない方がいいですよということです、ね、で打った後はこんな感じになるのがいいんだなっていうのをなんとなく頭に入れておくのはいいんですけれども、それを無理やり意識的にやろうとするというのはすごく難しくなっていってしまうので、考えていいのは体の動き、ね、いや手の少し動き、手の動く通る道くらいですね。あとはフェース面、そこだけは意識してもいいですけれども、それ以外のことをあまり意識しないようにするということですね。で考えていいのはアドレス、バックスイングでトップまでですね。ここまでは少し意識してもいいですけれども、それよりも後のことを考えないというのが非常に重要。じゃあどうやってこの当て方を良くしていけばいいのかというのは、このバックスイングを変える、ね、あバックスイングを少しこう変えたら、あなんか当たりやすくなったなとか、ね、振り上げる最初の動き、ここのバックスイングのところを少し変えたら綺麗に当たるようになったなとか、ね、体の動かし方、回し方を少し変えたら良くなったなとかっていうふうに、アドレスからバックスイングのところを少しずつ調整をしていって、少しずつ変えていって、いい球が出るように練習をしていきます。そうするとスイングはだんだん良くなっていきますからね、というふうに考えてください。当て方を変えるんじゃなくて、バックスイングの体の動きだったりフェース面だったり手の少し動きを意識することによってスイングを良くしていくんだよというふうに考えてください。でじゃあどういうふうに動かせばいいのかというのはですね、今まで動画で紹介をしていたものをぜひ見て課題を克服していってください。で今ですね、再生リストというところですね、今まとめていますけれども、こういう悩みの人はこれやるといいですよっていうのを、ね、一覧で見れるように今調整というか、並べ直しをしておりますので、今度はそれを見てもらってね、多分その再生欄っていうのが僕の名前のとこ下のとこクリックしてもらって、上の方に多分再生リストっていうのがあるんで、そこポチッと押してもらうと分けられ、すでにいくつか分けてはあるんですけれども、見てね悩みを克服できるようになってますので、それを見ながら、ね、自分が意識するポイント、振り上げだったりアドレスだったりグリップだったり ね、あとはちょっと切り返しぐらいまでですね、というところを修正していってスイングを良くしていくというふうに考えた練習をしていってください。そうするとスイングがだんだん良くなっていくので、本番でもいいスコアが出せる、ね、スイングになっていくし、気づいたらものすごい差になっていきます。これ最初のうちはね差がつかないんですね。これはで最初のうちは手先でも合わせて真ん中飛んでる人と差がつかないんだけれども、いい練習をしていくとだんだん差がついてきてですね、もうあるところまで行くと1年経つともう、ね、埋められないぐらいの差がついてきますから、すごく大事なことですので、
効果のある練習をしっかりとやってください。では最後に実践でうまくいくためにすごく大事なことを解説をしていきます。実践でうまくいくことは、とにかくゴルフ場に行ったらスイングのこと考えることはできるだけ少なくしてください。で、意識できるのは本当にアドレスかテイクバックの最初ぐらいまでですね、くらいしか無理ですから、そこまでしか考えないということ、これが非常に重要で、でもね、今自分はこれがテーマだなっていうことがあったりします、これを直したいなっていうことがあったらですね、それはゴルフ場でやる場合は素振りで意識をして、ちょっと極端に素振りで意識をして、本番で打つときはもう忘れて信じて思い切って振るということをしっかりやってください。打つときにあれこれ考えながらやるというのは、たまにうまくいくことはあるんですけれども、ほとんどうまくいかなくて、結局そのスイング改造とかスイングを良くしていくことをやめちゃうんですね。そうすると意味がないですから、そこはね、あまり細かいことはコースではやろうとしないで、素振りで意識して、あとはそれを信じて思い切ってやって、したらあまり考えずに打つというのを意識してください。でもう一個練習場でやってほしい練習は、やはりね、単純なことですけども、コースをイメージして練習するということです。コースにいるつもりでしっかり後ろに立ってからアドレスに入って、しっかり狙いを決めて本番と同じように構えて、で打つというのをしっかりやってほしいんですね。でこれなぜ大事かというと、ここで何回も打ってる時ってね、とね、後ろから歩いてきて構えるってやっぱ全然違うんですね。人間ちょっとしたことなんだけど、すごく違いを感じます。でこう歩いてきてからだと、どうやって自分が構えてたか、どうやってグリップしてたか分かんなくなっちゃうんですね。なので練習場と同じように打てるようにするためにも、ね、どうやってグリップしたらいいかとかね、どうやってアドレスに入るかっていうのを練習場の時から練習しておいて、あ、こうやると自分がうまく打てるなっていうものをしっかり作って、それを本番でもやるというのがものすごく大切なことですから、ね、練習場でいい形を見つけて、それと同じ形でアドレスできるようになると、コースでもうまくいきやすくなっていきますから、そういうところはね、丁寧に練習をしてください。今回は、ゴルフが上手くなっていく人と上手くならない人の違いについてね、解説しました。もしかしたら興味がね、ない部分かもしれないんですけど、超重要ですから、ここ分からずにやってると本当に上手くなっていかなくて、もうなんかごまかしてるだけっていうかね、その日の調子を調整してるだけの練習になってしまうので、ね、うまくなっていかないので、ぜひね、この動画を繰り返し見て、何が重要なのかなというところをね、しっかりと理解をしてください。こんな感じでゴルフがね、うまくなる考え方っていうのはね、メルマガで毎日配信をしておりますので、概要欄とコメント欄のところから登録できます。で、携帯メールだとちょっと登録しづらいので、届かない場合があるので、まあ、Gmail とかね、パソコンメールで登録してもらうと確実かなと思います。携帯メールしかない方はアプリをダウンロードするといいかなと思います。毎日9時ごろ配信しておりますので、今3500人くらいかな、登録してくれておりますので、お早めに登録して上手くなっていきましょう。それでは、うまく伝わりますようにということで、一緒に90切りを達成して70代、60代ゴルファーになっちゃいましょう。それでは、ブンブーン。